甘辛亭チキンです。よろしくお願いします。サダキチ、サダキチ、サダ、サダキチ、またおらんわ。あいつは用事なるときは必ずおらんようになる。いらんとき目の前をうろ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 するにゃ。どこ行ったにゃ。これ、サダキチ。へぇー。サイレンか、お前は。そこへ座んなさい。旦那さん、何かご用ですか？ご用ですかではない。そこにいてたんなら、はよ返事をしなさい。人が百遍から呼んでるのに。旦那さん、嘘言ってあきませんね。あ、嘘言っちゃいました。まあ、酢のもんが欲しいもんな。ああ、なるほど。まあ、酢のもんさえあったらいいやな。まあ、酢のもんがあってね。まあ、焼きもんがあって、煮物があって、作りがあって、天ぷらがあって、水もんがついてて、あと寿司が出たら何もいいわ。いや、ですから、就職なさるので、就職、そんな大胆なこと考えたこともございません。ただ、近所の町工場に仕事の口がある読んで勤めに出るだけですわ。そういうのを就職というんです。行きたいかい？何ですかご隠居、何かあるんですか？まあ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 、なんで泣いてるって、お前この新聞見て、お前泣きやんか。でね、さすがに先生の方もですね、気ぃつこて生徒に怒るんですな。おい、お前らええ加減にせよ。スイカさん一生懸命落語やってくれてるやないかい。うん、あれでも一生懸命やってるんやとって。気をつけるなり、もう一気でございまして。せやから何でもええねん、歩いてこいっちゅうねん。高校のな、四つでも五つでもええ境に持ってきたらええんやないか。歩いてこいもん。生きよったかな。しかしまあ、ええ女やな。わしは毎日毎日腹の底からお手を合わせて、すいません、ありがとうございますと思ってんねやけどもな、つい顔を見たらムカつくねんな。まあなんやかんや言うても夫婦やけどな。こないしながら年取っていくんやな。なんやお前、まだそんなところにおってお前聞いてんのか。はよ行けっちゅうねお前。あんだら、えらいことを聞かれてもたやないかな。ありがとうございました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 。どないしたんや。今日の話の変わり目な、夫婦ってどんな感じなんやろ。どないしたんやねってもあるん違うか。ストックイン。ストックイン、ストックインって恋ってことか。おまかさんだ。サンタさん、今まで恋したことないからな。いまだに一人もんや。余計なこと言うなよ。今までずっと一人で生きてきてな、夫婦ってええなって思うようになったんや。夫婦ってその前に恋ですがな。どないしたんや。源氏物語、紫の上。それってなること違うけどな。そした若い女か、若い女に恋したんか。
お前その年で若い女、まあ、困ったな。それよりなんでずっとそのお茶のパック抱いてまんの。まあそんなこと言うてやんなや。サンタかで独身やん。どんな恋をしようと自由や。若い子か。わしら若い子の気持ちわからんからな。こういう時は若い子に聞かなあかんな。そや、あいつに聞こう。そうか、恋をしたんか。恋をしたなら命がけでいいかなあかんで。先生、そしたら若い子の女の子の気持ちをつかむのはどないしたらよろしいんですか。ここや、ここ。ああ、私らの年になってきたやな。もう動機息切れが激しいさかい、やっぱり心臓を治してからちゅうことですか。まあ確かに兄さんはそうでんな。何を言うねん。アホちゃうわ。ハートや、ハート、真心、それが一番女の子は好きなんや。ほんで、どないしたらいいんですか。こう胸がキューンと締め付けられるんやろ。わかるわかる。そのキューンとした気持ちを言葉にすんねん。君のことを見てるとこうな、キューンとする。今日はありがとう。ほな行くわ。ハートやで、ハート。難しいな。ところで会長は今までどんな恋をしてきたんですか。わしか。もう昔のことやからな。もう娘が生まれてから恋とかそういうのはもう忘れてもたわ。あれ、会長とこ娘おりました。おるで。娘は可愛いぞ。あいつ生まれてからな、わしはもう娘が恋人みたいなもんや。ええでんな。ところで、サンタの好きな娘さんちはどんな子や。え、そういや相手知らんかったら手の内ようないな。サンタの好きな子はあのどこにいてるんや。え、待てよ。最近稽古が終わったらいつもブラクリ町ばっかり行ってるな。どうせその辺やろ。あ、今日もお茶のパック持ってるな。ブラクリ町とお茶か。よし、みんなで行こうか。あ、行こう行こう。あそこにお茶売ってる店あるわ。あ、かわいい女の子もおるやん。あの子違う。なんで俺らかこれがあかんの。せっかくやから、挨拶行こうか。いかがでしょうか。あ、サンタさん、いつもありがとうございます。今日もいつものやつですか。常連ですやん。あ、お父さん。お父さん、ああ。長いこと見てへんかったけど、元気か。何言ってるんよ。今日も朝から一緒にご飯食べてきたやん。もうそれ100年目やろ。いやいや、会長、サンタええやつですぜ。まだサンタさん新品ですぜ。ちょっと店に長いこと置いてるだけですやんか。何が新品じゃ、こんなポンコツ。会長、それあきまへんで。サンタポンコツやまへんで。恋してるだけですやん。そうですぜ会長。そらサンタさんにちょっと失礼やおませんか。
長も悪気やって言うたわけないや、わかるやろ、サンタ。どこ、お前好きな男でもおんのんか。どうしたん急に。まあおるよ。そうか、まあお前もええ年やもんな。せやけどなんであんなやつのこと。え、この前おったサンタやろ。あんな年いったやつでお前ほんまにええのんか。え、ちょっと待って、サンタさんめっちゃいい人やけど私の好きな人と違うよ。え、違うの。うん、あ、そうか、うん、いや、お父さんな、もうてっきりな、もうサンタさんお父さんみたいな感じやから好きやけど、そういう好きじゃないよ。あ、お父さんか、うん、ちょっと待て、お父さんとサンタは違うぞ。そう、似てるよ、どっちも好きやで。そんなことないやろ似てへんぞすまんかったの。え、いや娘のことや、お前のことな好きやないんやって。いやいや好きやけども好きやないって言うてるわ。どういうことですか、好きやけど好きやないって。いや男としてやのうて、お父さんとして好きやって。お父さん会長、わしらなよう似とんねって。この前はすまんかったの、わしどうかしてたわ。いいえ、こちらこそどうもすいません。いや、お前が悪いことない。わしもうちょっとでな、大事な友達失うとこやったわ。友達、わし友達。当たり前やないかい。お互いこうしてな、ええ年して落語一緒にやって、これが友達やのうたらなんやねん。わしらな、ベストフレンドや。落語の稽古。こんなところで。はい。どんな落語なんですか。あの夫婦の落語。いやいや、あの恋の落語です。面白そうなお話ですね。いえ、面白くないです。ただただ辛いんです。あのどうしたんですか。いえ、何でもありません。次の落語会が近いんで頑張ります。また父もよろしくお願いします。はい。いとこさん好きでした。私も好きですよ、サンタさんのこと。
せやからもう何でもええねや。早いってこいっちゅうねん。ああ、もう高校のお前4つやりずつ戻ってきたらそれでええねやないか。ああ、早いけっちゅうねん。早いけって。ああ、行った行った。ああ、しかしまあ、ええ女やな。うん。わしはこうして毎晩酒飲んで帰ってくるけども、あいつはこう、酒飲みの世話するためにおるみたいなもんやな。まあ、あいつ以外に俺のこと、こない考えてくれるやつっていうのは、もういてないやろな。せやけどあれやで、あいつかってもうお前、わしと別れたら、もらい手はないと思うわ。まあ、腹ん中ではな、こう見えても、ずっと、すいません。ありがとうございます。死んからこう思ってんねやけどもな、つい顔見たらもう、ムカッとしてくんねん。しかしまあ、なんやかんや言うても、やっぱり夫婦やな。こなして、年取っていくんやな。ちゃんだから言ったやろ、男はハートやで、ハート。俺の言うたことをちゃんと聞いたから、こんな可愛い子彼女にできたんやで。太平洋に突き出したおいら故郷の紀伊半島、台風銀座に育ったおいらは7回転んでただでも起き、覚悟を決めろよ、それが決まれば向かう敵なし。奇襲陣、それそれそれ、我ら奇襲、我ら奇襲、奇襲男児の心意気、奇襲男児の心意気、我ら奇襲、我ら奇襲、奇襲おなごの希望玉、奇襲おなごの希望玉、せなで見守る高野山、奇襲山地の山深き、千年前からおもてなし、旅の始まり熊野もでは癒し癒され心の旅だ。ジャマンの胸に輝くぞ奇襲の守護神、やったがれそれそれそれ、我ら奇襲、我ら奇襲、奇襲男児の心意気、奇襲男児の心意気、我ら奇襲、我ら奇襲、